準備完了。システムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブローニャちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認。目的地をセーフレイヤ学院に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？ブローニャ！タンキリーシステム、強制コントロールシステム、再起動。最高権限指令、入力確認。周囲の敵を排除します。心配して損しちゃった。ブローニャちゃん。
ちゃん、しっかりして。メイ姉様、どうかしましたか？よかった、目を覚ましたのね。ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが、姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。バルキリー・メイ、参上。
ブローニャの意識は肉体とチップ。にゃんにゃん。ヴァルキューレシステム起動。